カロル2世は、ルーマニアの国王。1936年に発行された宣伝紙幣の、透かし部分に肖像が使用されていた。成婚後のカロルとエレナヒルーマニア国王フェルディナンド1世と、ザクセンコーブルクゴータ公、アルフレートの長女、マリアの長男として、ペレシュ城で誕生した。ルーマニア正教会信徒として、洗礼を受けたルーマニア王家最初の人物である。 1914年、青年に達したとされ、ルーマニア上院議員となった。カロルは、その指導者としての手腕よりも、異性関係がむしろ有名だった。1918年8月31日、オデッサで、ジョアンナ・マリー・バレンティナ・ランブリノという平民女性と結婚した。この結婚は、王室法に反するものだった。二人の間には、カロルという子が生まれたが、 1919年のイルフォーブ裁定によって結婚は無効とされた。1921年3月10日、アテネでギリシャ王女エレーニと結婚した。しかしこの結婚はカロルとマグダルペスクの修分ですぐに破綻した。ユダヤ系ルーマニア人でカトリック教徒のマグダはルーマニア軍士官の元妻であった。修分の末に、 カロルは1925年12月28日に、大位継承権を放棄する声明を発表。1927年7月に、父フェルディナンド一世が崩御すると、エレナ王妃との愛の子ミハイが、ミハイ一世として即位した。1928年、カロルはエレナと正式に離婚した。この頃には、カロルは別の愛人で、当時まだ高校生だったマリア・マルティーニとの間に一、 何数目を設けていた。これらの集文の数々のため、カロルは公職の君主として知られるようになった。1930年6月7日、カロルは不意に帰国し、当日中に自身が国王であることを宣言した。続く10年間ルーマニアの政治に影響を及ぼした。最初に敵対する農民党と自由党、そしてハンセム派を巧みに操り、すぐにに、 自身の内閣を組閣した。そして2月27日の憲法とともに、自身の大いへの最終的な権力を得た。1938年には、自身を支援し続けてきた鉄衛団を、活動禁止にし、指導者のコルネリウ・コドレアヌを投獄した上で、脱走未遂を口実に暗殺した。カロルは、鉄衛団の影響が伸びるのとは反対に、自身の個人崇拝を確立しようとしていた。 例えば、準軍事組織ストラジャツァーリーとして知られる若年層組織を1935年に立ち上げたのである。カロルとマグダルペスクルーマニア王国の外国支配を受け入れざるを得ない幸福の圧力をソビエト、ハンガリー、ブルガリア、イタリア、ドイツから受け、彼はついに親独派の将軍イオンアントネスクによって裏をかかれ、再びミハイ一世へ上位し、 ポルトガルへ向けて去った。一部の人々は、ルーマニアを立つカロルが乗った列車には、王家の財宝が乗せられたと信じている。また別の人々は、同じことを言って、ミハイ一世を急断した。鉄鋭団の死の部隊は、カロルらの乗る列車に銃撃を浴びせたが、停車させるのに失敗した。カロルの持っていた財宝は、多くがポルトガルで売りに出され、これらを元手に、 カロルらは贅沢に浪費して暮らした。1947年6月3日、カロルとマグダはリオデジャネイロで結婚した。マグダはホーエンツレルン公妃の称号を得た。カロルの余生は亡命の身のままであった。1940年にルーマニアを離れてから彼は息子のミハイ一世と二度と会うことはなかった。ミハイが父親と再会することを拒否したのである。 1953年、カロルはエストリルで死去し、埋葬された。2003年、カロルの亡骸はルーマニアへ返還され、クルテアでアルジェシュ修道院へ再埋葬された。修道院は、代々のルーマニア王が埋葬された、クルテアでアルジェシュ聖堂の外にある。彼の息子たちは、どちらの葬儀にも出席しなかった。ミハイ一世は、 長女マルガレータとその夫ラドゥダを代理に立てた。知事との間に生まれたカロルは1940年にルーマニアへの入国が禁止され、2006年に死去するまで説かれることがなかった。カロル・ランブリの、パウル・ランブリのカロル・ニセイのスータの女性変歴は、現在のルーマニア王家にも暗い影を落としている。カロル・ニセイの不倫によって、エレナヒトの夫婦生活は早々に破綻し、 結局、ミハイ一世のみしか多い継承権を持つ男子が得られなかった。また、初出の孫パウル・ランブリノは、パウル・フィリップ・ホーエンツ・オレルンを名乗り、オジミハイ一世の正当性を否定し、その系統とルーマニア王系課長の座を争っている。2012年14日、ルーマニア最高裁判所は、カロル・ランブリノをカロル二世の着室死と確認する判決を下した。 これによりカロルのコッパウルは法的にルーマニア王室の一員と認められカロル二世の遺産相続を請求することが可能となった。ありがとうございます。